新しく始まりましたうまいかクラブ、ご覧いただきまして誠にありがとうございます。チャレンジグルメ、本当に美味しいのか、いろんなことを含めましてですね、これから確認の方をやっていこうということで、このうまいかクラブね、ひらめきだけで始めたクラブでございます。またネタの方もですね、本当に美味しいものができるかどうか全くわからないというですね、非常に無責任なコーナーでございますが、よろしくお願いいたします。今日ですね、夕食に頼んでおりましたのはセブンイレブン、いつものコンビニ宅配弁当、カルビ弁当ということで、カルビ弁当なんですよ。で、普通だったらば、これをね、時間にして2分ほど温めると、カルビが上に乗っかってね、下は白いご飯で、美味しく食べられるんですけども、なんとなく今日はね、ちょっと味付けというか、ちょっとひねった形で、チャーハンかな？テーマはチャーハンで、ちょっと考えたのがですね、チャーハン、これをただ混ぜてチャーハンにフライパンにするだけだったらば、ちょっともうひねりを欲しいな。で、僕酸っぱいもの好きなもんですから、梅チャーハン、梅干しをほぐしてチャーハンに入れて梅チャーハンを作って、で最後に牛カルビの方を絡めて、梅干しチャーハン牛カルビ。どうなんだろうね、これね。ちょっと冒険といえば冒険なんですけどね。焼肉のタレの中に梅干しのこの梅肉が入った時に、酸っぱさがプラスされた時に、どんな風にできるのか。美味しいかまずいか。僕自身が酸っぱいものは基本的に好きですから、いけそうな気はするんですけどね。失敗したらごめんなさい。それでは調理に入ります。はい、それでは楽しいながらも狭いキッチンということでね、狭いところでこうやってね、調理を最近やってなかったんですけどもね、今日は不意に思い出しまして、何か美味しいものができるんじゃないかということでですね、作っていきたいと思います。インスピレーションオンリーでやっておりますんでね、本当に具体的にレシピが何にもあるわけじゃないですから、美味しくできるかどうかは本当に保証できませんね。ただ自分が個人的に好きなものをぶっ込んでそれで作っちゃうっていうね、簡単にちょっとその考え方ですね。よいしょ。これね、この梅干しはね、本当にしょっぱいからね、一歩間違えるとね、危険ですね。はい。で、梅肉の方を種からちょっと剥がして、チャーハンにして入れるときに扱いやすいようにね、まず種をばらして、はい。で、フライパンの方はもう火を通しております、温めておりますんでね。チャーハンとか炒め物をするときにはですね、フライパンの方はできるだけ特に中華系とかですね、野菜なんかを炒めるときにはもうフライパンが煙が出るほどチンチンに熱くして、その状態から、物を炒めていくっていうね、これ守ると結構美味しくできますね。で、カルビの方の上の肉の方は今回横にどけておきましょう。で、チャーハンとか作る時にはね、お米の方はね、こういうちょっと硬い状態、こちらの方が仕上がりが良くなりますんでね。よし、いいか。さあ、そういうわけでございまして、で、うちのこだわりその1、ですね、グレープシードオイルですね。
オリーブオイルっていうのはですね、割と皆さんの目に届くところにあるかと思うんですけども、オリーブオイルよりもグレープシードオイルの方が健康にいいということで、もうずいぶん前から使っておりますね。はいはい、フライパンの方もですね温まってまいりましたので、これね、グレープシードオイルは体にいいですから、少々余分めに入れたとしてもですね、そんなに体に悪くないです。はい、そこのところはですねやっぱりありますね。さあ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 、それではチャーハン、お米の方を、冷蔵庫に入れてね、冷やしてやったからね、米がカチカチ、カチカチですね、これね。はい、ほぐれるまで、ほぐれるまで、ね、香りがね、結構いいんですよ。もうこれだけでも美味しそうにできる感じ。いや、これでね、カルビの牛カルビを混ぜて、それでよいしょよいしょ仕上げてもいいんですけどね。それだとひねりがないじゃないかね。チャレンジグルメ企画っていうことでやるんだったらば、やっぱり何かちょっとチャレンジしてね、やるべきじゃないかなっていうことで、今回は、チャレンジグルメ企画ということでしたね。チャーハンに梅干しなんていうのはあんまり聞かないでしょね。まあそれも梅干しから梅肉取り出して、でね、この梅干しね、昔ながらの酸っぱい梅干しっていうことでね、まさに結構特化した梅干しメーカーさんっていうか梅干しですからね、もう一個ね普通に食べるとね、もう酸っぱくてね、うわーってなるぐらいの感じなの。はい、じゃあちょっとこれでよいしょっと梅干しを動かしていきましょう。料理人の人とか言わせるとさ、何やってんだよって、そんなものを作って喜んでるようなやつにさ、俺らの味評価されたくないよなんて言う人もいるんだろうね、おそらくね。でもいいの、そういう冒険心からね、やっぱり時々やっぱり、まあ何回かに1回ぐらいはさ、あ、これ美味しいって俺の好みだなっていうやつがさ出てくる時もあるわけだから、そういうね、奇跡を楽しみにしておきましょう。はい、あ、なんか今日ベタベタしてんな。まあいいか、ちょっとなんかもっちりしてますけどね。で、これでカルビをぶっこんでまぶしていきましょう。ね、これだとね、ちょっとね、梅干しの味が勝っちゃうかもしれないですけどね。
際牛カルビっていうカルビはね火がちゃんと通ってますので、もうこれでよしといたしましょう。よいしょ。それではこれつけていきましょう。結構油多いでしょう。グレープシードオイルはね体にいい油だっていうことで、毎朝一杯ぐらいね飲んでるって言った方がいいかな、健康を意識して飲んでる方もいらっしゃるというふうに聞いたことありますね。ですから少々送ってもね、まあカロリーの方は気をつけないといけないですけどもね、そういった面ではですね、一回試してみたらどうでしょうか。はい、こういう感じで牛カルビ梅干しチャーハンということで、どんな味になるんでしょうか。チャレンジグルメ、結果はいかに、試食はこの後です。よいしょっと。はい、調理終わりました何やったんだって怒られそうですけど、ね、はい、今日はですね、牛カルビ弁当を一味なんとかして、風味を変えたいなっていうことで、酸っぱいものが好きな私にとりまして、梅干しの梅肉を入れたチャーハンに牛カルビの、まぶしたらばどんな味になるのかね、ひょっとしたら美味しいんじゃないかななんてね、ちょっと想像の中で膨らみましたので今日作ってまいりました。はい、仕上がりはこういう感じでございましてね、見た限りはそんなまずそうじゃないですよね。まあ茶色は茶色だけどね、これに紅生姜かなんかさ、色合いがコンコンと落ちてるとねいいんですけどもね。さあ、もうね死ぬ子の言わず、ちょっとね本当味をね一切味見してないですからね、どうなってるのかを確認してないですから怖いんですけどもね、いきたいと思います。はい、まずチャーハンの分、焼き飯の部分ですね、こちらの部分の梅肉とのセッティングがどうなっているか。あれあれ俺人よりも多分酸っぱいもの好きだからね、ひょっとしたら評価に値しないのかもしれないですけど、あ、意外と美味しい。うん、梅干しのねほのかに酸味、結構ねあの梅干しってね酸っぱさが強いんですよ。本当に一個でもね、大概酸っぱいもの梅干しとか大好きな私でも食べるとね、うわ酸っぱって感じでなるんだけどね、これを一個入れてねちょうど今いいぐらいですね。うん、それとこのカルビの牛肉のこの旨味もね出てきて、非常にバランス、これ意外と美味しいぞこれ。またやるって言われたらば、これ俺やる。うん、セブンイレブンの牛カルビ弁当はね、もともと美味しいんですよ。うん、肉もね結構ね柔らかくてしっかりしてて、あ、僕なんかほんと、あ、ちょ、今日はどうしたの、なんか、すごいなんかピコピコ鳴っておりますけどもね、あ、ちょっと本当に勘弁して、よいしょと。うん、これはねひらめきが今回は当たりましたな。うん、うん、ちょっと今日おかしい、なんかおかしい。いきなりもんでしたか。はい、うん、ですね、そうだそうだ、チャーハンでさ梅としらすの入ったほら梅しらすチャーハンってあるでしょ。そうだ、あの延長線だ。うんうんうん、で梅肉をそのまま溶きほぐして入れてるから
うーん、梅しらすチャーハンとどっちが強いんだろうな。でもね、僕はね、梅干しが好きだからね、いい感じ。今回正解だね。願わくばね、なんかね、油がさ、まあ、油がね、ちょっとね、若干入れ方が多かったのもあるんだけどさ、ダマダマになってなくてさ、普通にチャーハンみたいにさ、パラパラパラってなってくれると本当はいいんですけどもね。まあ、コンビニのお弁当もね、お昼に届いて、夕方まで冷蔵庫で冷やしてたものですからね、ちょっと硬くなってましたね。相手がどうした方がいいんだろうな。電子レンジで一回ちょっとだけ軽く温める。そうするとほぐれやすくなるか。そうだね、それが一番いいのかな。あ、これでもね、ちょっと酸っぱさ、酸味を感じるから、夏場のちょっと食欲ない時とかさ、食欲落ちた時にはね、これ結構いいと思う。食いしん坊にとって料理をなんで自分でやりたがるかっていうとさ、やっぱりまだそのほら、世に認められてないと思うのよ、こういったものもね。こんな食べ方してる人そんなにいないと思うんだけど、俺のオリジナルでさ、自分が美味しいと思えるものを見つけることができるっていう、この楽しみはね、やっぱり変え難いものがあるよね。こういうのはね、食べるの途中でやめて番組終わらせちゃうとさ、あいつうまいもん言ってたけど本当にうまかったんだろうか、食ってしまったんだろうかってなっちゃってさ、思われることがあるかもしれないから、今日はね、失礼します。時間かかるけど完食します。グレープシードオイルとね、焼き飯との相性もあるかもしれないね。グレープシードオイルがね、意外と美味しいんですよ。味が足りなければね、何か味をつけ足そうか、焼肉のタレだとかさ、バルサミコだとかね、なんか足そうかなって思ったんだけど、全然嫌だ。下味で梅干しの酸っぱさがご飯に広まって、そこに牛カルビのお肉の美味しさで、タラがついてるね、このタレも絡まって、結構これいいよ、ポイント高いと思う。ああ、でも夏場本当食欲をしてるとき、梅干しのチャーハンってこれあれかもしれんな、これ。
ごちそうさまでした。さあ、今回作りましたのは僕のね単なる思いつき、コンビニの牛カルビ弁当、まあそのまま温めてもね十分美味しいんですけども、ちょっとだけなんかあの一工夫したいなと思って、で冷蔵庫の中に入ってたのが昔ながらの酸っぱい梅干しで、こちらの方の種を抜いて梅肉をほぐして、で油は、グレープシードオイルっていうですね、体にあのいいっていう、オリーブオイルよりも体にいいんだよっていうことで一時期あの取り出されたことがあったんですけどね、最近あんまり出てないのかな、出回ってないのかな。でグレープシードオイルを使いまして、ご飯を炒めてね、でご飯がねちょっとね硬くってダマダマになっているところがありましたので、チャーハン作るときご飯を引いてた方がパラパラになりやすいんですよ本当は。でもね、コンビニご飯でちょっと何型にはまった状態というかな、ちょっとこうくっついてる状態、これが強くなってるようだったらば、そうですね1分2分ぐらいか、ちょっと温めてね、でフライパンに投入するともうちょっとパラパラになるかと思いますね。でそこで、ご飯を温めてちょっと火が通ったところあたりで梅肉を透過して焼き飯チャーハンを作りまして、でコンビニのカルビ弁当のお肉の方はですね一回火が通っておりますので、お肉の表面のタレをご飯になじませるという感覚ですから、もう最後の本当にギリギリのところで入れてお肉を温めてタレを絡めてご飯と絡めてっていう形で、そういうような手順で作らさせていただきました。作るまでの時間が5分くらいかな、というところですね。はい。で味の感想はですね、試食始めた時に、お話ししたようにですね、意外と合う、意外と合います。梅しらすチャーハンとかいうのは多分世の中にあると思うんですけど、あれのちょっと変形したバージョンですね。梅干しの梅肉だけを絡めてやっておりますので、そこのところではね、梅のね時々ね梅肉がクッときたりとかね、味わいの変化っていうのは楽しめるんじゃないかなと。でカルビの方と梅干しはね、僕的には相性意外といいです。酸っぱいもの、梅干し、レモン、こういう酸っぱいものが好きな人にとってはですねちょっと美味しく感じるんじゃないかなと。焼肉のねタレのあの感じの奥底にというかね、共同で同居しているような感じで酸っぱさが出てくるということではですね、ちょっと一回面白いんじゃないか。で自分評価としてこの次牛カルビ弁当を頼んだ、で今日なんかちょっと変化したい、変化つけたいなって思った時にですね、これを作るかって言った時に作ると思います。確実にじゃないですけどね、もっと他のパターンをっていうことで他の味に走ることはあるかもしれないんですけども、梅干し、あれだったよな、ね、ちょっと食欲ない時なんかに梅の酸っぱさ酸味で食欲をちょっとグッと盛り上げるっていう意味ではですね、体にもいいんじゃないかなと思うわけでございます。はい。さてそういうわけでございまして、本日も私の思いつきからやらせていただきました改良点、改良点、これ今回改良点は、ご飯が何ちょっとダマダマになってたからね、ご飯がパラパラになるように、ご飯の状態をもうちょっといいコンディションでやるっていうことと、火の通し方ね、ここのあたりがまだ僕の、調理のテクニックが追いついてないね、これが私の今回の反省点。味の構成に関してはですね、まあ分量だとかバランスとかの問題はあるかもしれないんですけど、僕的には今回は、美味しく食べられる味でございました。ね。
なんだ、名前をなんかつけねえかんのかな。梅肉入り牛カルビ焼き飯どうでしょうか、こんなところでね。はい、それでは皆さん、あなたのひらめきが新しい料理を作るかもしれません、新しいブームを作るかもしれないね。みんなで気になったことはチャレンジしてまいりましょう。うまいかクラブはこういった皆さんのひらめき、私のひらめきのもとに進めてまいります。今回は梅肉入り牛カルビ焼き飯のわけでございました。それでは皆さん、またゆっくりどこかの時間でお会いいたしましょう。それでは皆さん、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。一押しチャンネル Mr.S がお届けいたしました、うまいかクラブ本日はこれまで。